ミャンマーの小学校で、みんなで遊んでます。なんかね、風が出てきました。あ、これもしかしたら一雨来るかもしれませんね。一雨来るんだったらキャイカミで来てほしいかな。キャイカミに行ってから一雨ザーッと来てくれれば、一番いいんですけどね。はい、これがセッセビーチのね、まあなんていうの、まあ市街、ダウンタウンですね。はい、そんな大きな町じゃないのでね。はい、はい、以上ですね。はい、でずっとこれまっすぐ行って、で、交差点というか、T 字路ですよね。はい、それをまっすぐ行きます。はい、右に行けば帰る道ですよね。はい、あ、ここにも学校があるんですね。なんかこんな近くに2つ学校があるっていうのはあれですね、そんなに子供がいるんだっていうふうに思います。ことですよね。かなりいるってことですもんね。はい、じゃあキャイカミに向かいます。はい、交差点見えてきました。はい、これはね、まっすぐ行きます。はい、右に行けば帰る道ですね。来た道になりますね。はい、ただキャイカミに行くのでまっすぐ行きますね。はい、だからモーライメインの方からか、まあ、タンビュタヤの方から来ると右に曲がればキャイカミ、左に曲がればセッセビーチですからね。はい、間違いのないようにしてください。はい、はい、もうすぐ着くかなっていう感じですね。っていうかね、本当安全な国だよね。だって子供たちだけでさ、帰るんだから、帰れるんだから。何、どうしたの、どうしたの、どうしたの。子供たちだけで帰れるんだからさ、本当歩いて帰ってるからね、みんな。まあ、こう、そういう人はね、こうやって、子供をね、まあ、バイクで、送り迎えする人もいますけど、はい。歩いて自分で帰る子供もいますからね。一人で歩いてる子供もいますからね。こんなあれですよ、こんな道ですよ。それをどんだけ安全な国かっていうことだよね。自分で思います。これのどこが危険な国なんでしょうか。まあ危険な国にっていうか、まあ危険な地帯はありますよね、地域はね、さすがにね。だからそれ以外のところは本当に安全だっていうことです。はい、ね、ですので皆さん、ね、ちょっとでもそのイメージを変えてもらえるといいですよね。これがね、キャイカミです。キャイカミね、もうすぐパゴダに着きます。はい、もうすぐ着きますね。もうね、道沿いずっとまっすぐ行った終点がキャイカミです。キャイカミのパゴダになります。はい、すごいね、今4人乗りだったわ。いや、まあミャンマーじゃね、当たり前ですからね。はい、
とりあえずね、昨日洗濯をして、はい、ね、もう乾いてあります。ほぼすべての、ね、あの、なんだ、まあ、着替えというか、ね、服を、その、きれいに洗濯をしたと。はい。まあ、これできれいさっぱりですね。これでまあ1ヶ月の旅行は耐えられるかなというふうに思います。で、あといらないものはどんどん置いてってしまいます。はい。まあ飛行機にも乗るのでね、7キロ以下になんとか抑えられないかな。ちょっと厳しいかな。厳しいかもしれませんけれども。はい、これ、外観に到達しました。ここが外観ビーチです。はい、あれですね。あれが外観ビーチのターボです。あ、今、引き潮ですね。引き潮。引き潮と引き潮とね、そのすごいあの景色が全く違うのでね、楽しみですね。結構なんていうのかな、表情がすごい変わるんですよね。まあ、この辺置いてしまいましょう。はい。